井小太郎の名言ラジオセラピー。こんにちは、翡翠小太郎の名言ラジオセラピープロデューサーの伊藤直子です。幾週にもわたってお届けしてきたゲスト松田辰徳さんと知恵さんも、終盤には亮さんも参加して、舞台は宇宙へと、宇宙トークが広がっておりますが、一体どんな名言が今日は飛び出すんでしょうか。それではどうぞ。なんかその宇宙人たちとかいろんなチャネラーたちが話していた話がいよいよ現実味を帯びて、僕たちの知覚できる範囲で起ころうとしている、UFO の話もそうですけど、だって、ね、はい、アメリカ宇宙防衛軍作ってますもん ね、 もうね。そうですよね。宇宙防衛軍作ってるってことはもう宇宙人がいる前提の防衛軍になってますから ね、 メイドイン地球の UFO をどうやら私は見たらしくって、うん、なんか最近 UFO よく見ると思ったから、なんだと思ったの、うん、なんかどうせなら宇宙船の宇宙船みたいじゃない、うん、なのになんか、ね、いよいよ地球で宇宙船作り始めたから、最近よく UFO が目撃されてるって、なんかちょっとがっかり。なるほどね。あの飛行機飛んでるのと変わんないみたいな感じとしては。でも嬉しいんだけど、うん、なんかもっとこの宇宙をそばに感じたいぜっていう。わかる。慣れさせてるのかもしれないですよね。オープンコンタクトのためにとか。あ、まず地球製の宇宙人、地球製の UFO に慣れてみたいな。うん、本当にいるんだってなる、ね。見たい。まだ UFO 見たことないんです、僕実は。ないんですよ。りょうさんは？りょうさん呼ぶよね、宇宙、あの宇宙船ね。そうですね、全然来てくれないけどね。呼ぶのは自由だから、うん、確かに呼ぶのは自由、うん、こんなに求めてるはずなんだけど、なかなか現れてくれないんですよね。タッツンがさっき3次元の中でそれを感じるようになってきたって、はい、ちらっとおっしゃったじゃないですか、うん、どんな時にそういうことを感じますか。あ、そうですね、そのさっきのあの宇宙防衛軍がっていう話もそうですけど、なんか日本でもこう、防衛省、防衛省の防衛大臣の、うん、UFO を見た時のマニュアル、ね、マニュアルを作りたいっていうのを、もうその例えばあのいろんなチャネリングとかの精神世界の本とか見てると、うん、あの宇宙人っていうのは地球人みたいにその物質次元の社会じゃないから分離がなくて、不安や恐れっていうのを感じる仕組みじゃない、だから不安や恐れを感じて地球人を見ると少しなんかおかしな気持ちになるっていうか、なんか幼稚園児が紙芝居というか、あの劇をやってるみたいな感じの気持ちになるみたいなことが書いてあったりとかして、何ですかね、何言おうとしたんだっけな、その何のためにこの話したんだっけなって思ったんだけど、よくあります、りょうさんの番組でもよくあります。そうそうそう、そのいい感じでほら、あの交わってきたのエネルギーが今まさに3次元で感じましたね。3次元感じましたね。すごい。そう、なんだっけな、何を言おうとしたっけな。人はね、映るんですよ本当に。周波数が変わるともう思い出せなくなっちゃう。あのね、その宇宙人がほら攻めてくるとか、その思い出しました。ごめんなさい、話し出したとたにごめんなさい。あのね今ね、りょうさんダジャレ思いついてるから、あ、ちょっと最後まで言わせてあげて、そっから聞くから。今りょうさんダジャレ思いついた顔してるから、それちょっと聞かせてあげて。ダジャレはね、思い出してないんですよ。ダジャレ思いついてなかった。いや、あの珍しく普通の話をしようと思った。貴重な機会を。普通の話だったか。相変わらず翡翠さん見抜けてませんね。夫婦としてまだまだね、分かり合えてない。来たなと思ったんですけど違いましたね。面白い。立つん、ね、思い出した。宇宙人が、地球にやってくるときに、そのまんま高次元の文明とか、進んだテクノロジーとか自分たちの姿とか UFO とかを、見せるっていうか現れたりすると、うん、やっぱり地球にはまだ恐れとか不安っていう文化が、うん、独特の文化があるから、うん、敵意を持ってしまったり、うん、恐れを大きくさせて混乱を生んでしまったり、うん、結果として地球人類の感情の成熟とか成長を遅らせてしまうことになると。それは宇宙の、まあ、愛ある存在からしても本意ではない、うん、できればサポートがしたい
っていうところにあるから、直接姿を見せることはないから、ある一定の心の準備ができた人とか、オープンハートな人に対しては、自分たちが姿を見せてこういう存在がいるんだよってことを情報としてチラチラと見せたりすることはあるよっていうことが、まあ、本に書かれてたりとか、チャンネル屋さんの情報とかであったりするわけですよ。で、僕は見たことないわけですよ。ここまで心の準備を進めてきたのにって思って精神性も追求してきたのにとか思って、まだその水準じゃないのかとか思ったりもするんですけど、でもそのさっきの直子さんの話じゃないけど、最近宇宙人、UFO をよく見るとか、あとはこの地球とか日本の中でも、私宇宙人なんだよねとか、それ宇宙人じゃないみたいな、その笑いの中でそういう話が出てきたりとか、カルチャーとか、アニメとか漫画の中で、もうよく言うんですけど、まあ、プリキュアってあるじゃないですか、プリキュアって子供の向けの漫画だと思うんですけど、あれ毎回時代の先端を言ってて、ものすごいなんかこれから来る時代を分かっていて、それを違和感なく受け入れさせるために誰かが意図を持って作ってんじゃないかぐらいのアニメなんです。で、宇宙人って普通に出てくるんですよ。普通に出てくるし、普通に仲良くなるし、でそういう世代の子たちが20歳とか30とかなってきた時に、実際宇宙人いるよってなっても、別にいるよね、友達だよねぐらいのノリになってると思うんですよ。プリキュア見てみよう。プリキュアそうなんですよ、熱いんですよ。前回のスタートゥインクルプリキュアっていうのに、本当に宇宙人の子が来て仲間だよねみたいな、娘がね見てるんだよね、でしたね。それがね、それ結構前からで、めっちゃ、まあ、ちょっとそこは宇宙人と関係ないところもあるんで、あれなんですけど、プリキュア作ってる人は僕の中ではすごい熱い人なんです、実は。時代の先端というか、ね、そう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 、うん、いや、なんかいい。ちなみにリオさん、あの金星人ですよ。あ、金星人、そうなんだ、へえ。男性だとなんか珍しい金星人、だから女性役だったのかな。なるほど、うん、分かんない。いや、もう本当にあの僕のね、はい、あのよく知ってる人で、あのすごい適当なことばっかり言う人がいるんです。金星人、まあでもどっかの星じゃないですか、亮さんは。ですかね、うん、どっかののんびりした星、のんびりじゃないですか。あの僕はどっちかっていうと女人金星人っていうですね。入れない。金星に何をかぶせられるかなってずっと考えてましたね。もう天才。面白い。なんかそういう宇宙人のトークとかが広がってるのとか見たり、アニメとか見たりとか、あと最近 UFO 見たよみたいなのとかが出てきてる様を見ると、あ、いよいよ精神世界で言われてた、そういうようなことが三次元上の現実で現れ始めてるんだなってことに興奮してるんですよ、ね。なるほど。いや、僕も実はそう、はい、そういう出身なんですよ、元は。あの18歳の時初めてインド行った時は、横田忠則さんのインドへっていう本読んで、そのシュリナールだったかな、どっかそのカシミール地方だな、その水上コテージで横尾忠則さんがもう夜中にね、山に囲まれたところに湖があるんですよ。でそこで夜中見てたら、もう UFO がバンバン現れたって書いてあったから、それが見たくてインド行ったんですよ。そうなんですね。 UFO 見たくて。めっちゃロマンチック。あの一個も見れませんでした。見れませんでした。うわ、ヒスイさん UFO 見たことありますか？僕はそのシャスタ行ったりで、そういうとこでシャスタいるんだ。見ましたけど。ヒスイさん寝てたんじゃなかった？いや、あのね、その翌日にあの誠さんとね、あの昼間見れたんですけど、そのまあね、マジカルツアーでも結構出てますしね。そうなんですね。そうでしたね。あの UFO はもう結構ね、あの普通の星に見えるようなのも結構来てるんですよ。あ、そうなんですか。で沖縄のね、昼の、ま、普天間先生はその、急に翡翠さん、この今日今上空に UFO 何機来てるとかってテストがあるんですよ。急に。わかるもんなんですか、それは。そう、普天間先生今2機来てるよとか、でそのでみんなに結構聞くんですよ、今何機来てると思うとかって言って、結構当たる人も結構いっぱいいるんですよ。すごいな。あれかな、なんかやっぱり女性の言ってることを察せられないレベルじゃまだ近くできないですかね。UFO がいるかいないかって。マッツンそこです。マッツンそこです。そこですか。でも正直言うとね、UFO 来てるかどうかよりも女性の察する方が難しい。確かに。それとね、あの大事、確かに。そっちの方が圧倒的に大事。 UFO はね、別に気づかなくても何の問題もないんですよ。確かに。あのね、そう、何の気づかなくても何の問題もない。確かに。なんか同じこと言われた、家で。
ママ UFO 見たよとか言って大騒ぎしたら、うん、そんなことより晩飯を作る時間を守れとか言ってなんかやっぱ我が家ではあの UFO が見える見えないよりもその時間通りに晩ご飯が出てくることが大事なんだってね、うちの地球人の旦那さんは言ってました。うちの地球人決め気があるね、なんか違う文明っていうのね、想像するのはありますね。違う文明想像するのはときめきがありますね。そうですよ、生きてる間にやっぱり会いたいし、うん、できれば行きたい、うん、まあ黒船、現代の黒船は ね、うん、UFO だって言われてますからね、まあ、龍馬の格好今日してるじゃないですか、ね、浴衣ですけど、ね、UFO が来たらじゃあ乗り込んじゃう、うん、UFO 来たら乗り込んでみたい。小金でね、吉田松陰、龍馬はどうするの、 UFO が来たら、 UFO 来たら乗り込みたいですね、うん、あの UFO が来た時に、黒船が来た時、俺も欲しいって言ったのが龍馬ですからね、乗り込むって言ったのは吉田松陰ですけど、作れるんじゃないって言ったのは四国の殿様ですね。あ、面白い、面白い、四国の殿様、ね、で作っちゃって、あの提灯屋さんがあの作って、殿様があれ作れんじゃないかうちらもって言ってね、いやじゃあ提灯屋の数を呼ぼうってなってね、その提灯屋の数お前にちょっと黒船作ってほしいって殿様になってね、まあ、そのじゃあ地球の文明でもやっぱ作れるってことですか、そうしたら、いや和夫さんがその、いや僕その黒船見たことありませんからで、なんで僕が選ばれたんですかってなって、あのいや提灯作りが器用だから器用だからあ、私でもその発想好きだな。でね、和夫さんね、でも黒船作っちゃうの。ってことはまだ UFO が見えてない人でも UFO 作れるかもしれないですよね。あのやる気さ、やる気が大事、やる気ですよね。さあ待ってろ銀河って言ってる前に自分で作ったら、うん、UFO 宇宙船をそっちだよ。俺作んの、うん、新しいやばいな、待ってろ銀河言うたやん、やっぱ作るんだよ、うん、作っていくか、うん、じゃとりあえずホリエモンさんあたりに一回お洋さん、俺はの宇宙船作る、知恵さん7つのなんだ銀河を股にかけてあ、おじさんたちほらお金出してとってもね、令和の龍馬に水産も足すよきっと、100万部ベストセラー出した暁にはポンと出すよね、水産UFO UFO 作りに、 UFO 作りあの一石投じてくれるよね、そうだ、一石投じたらもうあの家に入れないでしょUFO 作りに一石投じたらあの自宅に翡翠小太郎立ち入り禁止って言われてるさんはどうします、もうそうしたらほら居場所なくなるから、あの UFO 乗せてもらって違う星行きましょう、違う星行きましょう、ロマンティックあのでもあの奇跡のリンゴのね、あの映画化された木村明憲さんも結構ね、その宇宙人との遭遇体験、はい、本に書かれてますからね、UFO ね、うん、乗せられちゃったんだから、乗せられちゃって書かれてましたよね、うん、で乗せられた時にそのアメリカの女性がいたらしいのね、うん、でその UFO 番組見てたら、木村さん自宅で UFO 番組見てたら、うん、その UFO で会ったアメリカ人の女性があの喋ってたんだって、私は UFO にさらわれて UFO に入ったら、テレビでってことですか、うん、テレビ で東洋人の男性を見ました、うん、木村さんテレビ見てたそれ俺じゃん、それ俺って言ってたらめっちゃ面白いですねそれ俺って言ってたらすごいな、それも確実じゃん、でもホリエモンはロケット作ったでしょ、作るって言ってでしょ、うん、なんかまだ UFO 作るって言ってる人いないじゃん、確かに、うん、まあでもね、だって地球由来の UFO 見てるんでしょ、奈緒、うん、ちゃんは、うん、それなんで地球由来の UFO だって分かったの、それは、いやさ、あのアメリカのね、その報道があって、うんうん、最近すごい見えるなと思ったから、なんでだろうって、私そんなにね、うん、あの急に見えるようになって何が次元上昇を起こしたんだろうと思ってたんですよ、うんうん、そしたら単純に地球で作ってたら地球の波動なんだから見えるに決まってんじゃんっていうお話で、本当本家本元のその大母船とか私はやっぱ見たことがないし、オザリンレベルの人になるとね、見えるんでしょ、その
分かんないけどインディペンデンスデーみたいなのが見てシャーシャー出てくるとか言って言うからさ本当私は見たいよそれオザリンそんなの見たことあった、まあ、オザリンはどういう風に見えてるのか分かんないけどああいうなんかこうねもう大いなるものとつながってる人ですよ翡翠さんもほらよく比べられるじゃない俺そんなの見たことないわ ないでしょないでしょ見たいじゃん見たい見たいだけど、うん、見れないんだよねそう私、まあ、オザリンからそのことだけは言うように、うん、今日言われてきたんですいでえねすの具合この番組は、ね、あのオザリンはですねあのさっきからね、ちょこちょこお名前の出てる沖縄の普天間さん、はいねF さんこと普天間さんともう一人ね沖縄にはすごい人がいてゆうさんっていう人がいてですね。ゆう先生がすごいですね。すごいもうちょっとこの世のものとは思えない。すごいことなんだけど。そうその3人でね一回コラボしたことあって。ゆうさんとFさんとオザリンだから UFO ってね。すごい。ゆうさんおお本当だ。純粋にやるファンじゃないですか。それって狙って組んだわけじゃないですよね。いや完全に狙ってたんじゃないですか。狙ってたのか。あでも並べたら本当3人並べたら UFO ですよね。なんかそれって偶然じゃなさそうですよね。それってすごい3人とも UFO 乗ってきたと疑われる3人ですね。そうね、あの沖縄のねそのゆう先生めちゃくちゃ面白くて、うん、3歳ぐらいの時にね流体ちょっと幽体離脱しちゃうんですあることがきっかけでね、で幽体離脱しちゃってそれ以来目に見えない世界をねもう 5,60 年研究してる先生で、そのバイオリズム人の生きるバイオリズムがあって、うん、そのバイオリズムをね解き明かすんです 3,40 年かけて、でその時に翡翠さん俺ねバイオリズムを 3,40 年研究したんだよって言ってねで解き明かした時に分かったことがある、うん、俺の人生は今どん底だってバイオリズムを解き明かした時に先生と思って残酷もうねあでも今どん底ならあと上がるだけだからいいねそうそうで、うん、もうあとその時どん底だったからあと上がるだけじゃないですか、うん、でその先生ってその目に見えない世界を研究するのにね一度も就職してないわけ、うん、もう研究するのに一度も就職してないの、うん、でそのだからその住む家とかお寺に住まさせてもらってたわけ、うん、でその何年か経った時もうねバイオリズム今どん底だって言ってたのがねもう今ブレイク期になってると思って先生もブレイク期すごいんじゃないですかって聞いたら、うん、すごいんだよついにちょっとすいません今ちょっと肝心なオチを忘れました、うん、肝心なこれがりょうさんのエネルギーなんかねさっきまでと収録の風景明らかに何か波動が変わった あれってなんて言うんだっけそのど忘れですかいやその保証を受けれるようになることってなんて言うんでしたっけ生活保護生活保護を受けれるようになって一人暮らしができるようになったんだよって言われてね先生の絶頂先生のねブレイクね生活保護だったそんなすごいか俺もその先生一生ついていきますと思って面白すぎて面白いでも今ねベーシックインカムも間もなくかなっていうところですからね私服のね始まりですよ、みんなで分かち合うっていうね、ゆう先生おめでとうございます。ゆう先生ね、ゆうさんはね、本当ね、そういう状況だと普通人ってもうすごい辛いし、苦しいし暗くなるじゃない。でもうこんな生きていけないとかっていう風になっちゃうのが普通かもしれないですよね。だけどね、そのゆうさんはね、いつあっても明るいんですよ。おかしいぐらい明るいのね。ちょっと公演もね、明るすぎて主催者さんに叱られるぐらい明るい。明るすぎて。もう本当にね、そんなことあるんだ。うん、まあ一切落ち込むとかないのね。もう人生どん底って言ってね。ちょっとお見せできないんですよ、ラジオだから。手をね振り上げてね、そう、どうめっちゃ幽霊って裏飯屋って言って手こう下げて出てくるじゃないですか。もうそんな幽霊ダメって言うんですよ。逆もうヒップホップ的に裏飯屋ってやらなきゃダメって明るく裏飯屋ってもう幽霊にダメ出ししてる暗すぎるって。すごい。
最高。やばいなそれ。あの世のねことをずっと研究しても半世紀以上ね、もう子供の頃からもう半世紀以上経って研究して分かったことがあるっておっしゃってて、何が分かったかっていうと、あのね、人生に手遅れはないっていうことが分かったんだって。でもゆうさんそんなこと言って、ね、全然何ともならないうちに死んじゃったらどうするんですか、手遅れじゃないですかって言ったらね、それでも分かったことがあるんですって言ってね、死んでも手遅れじゃないってことが分かったんだって。うわ、見えない世界を研究している人の言葉だから深いですねそれは。死んでも死なないから。死んでも死なないから、死んでも死なないから手遅れはない。なるほど。すごい。ね、先生ね、先生、そのもう2時3時ぐらいまで喋ってくれてね、もう終電なくなっちゃって、うん、歩いて帰ってったの。歩いて帰ってったの。先生、あの大丈夫ですかって、道はすべてつながってるさって。沖縄だから。道はすべてつながってるさって言って、さって。もうすごい先生だと。すごい。だつんすごい。人たちがいっぱいいるね、まだまだね、うん、銀河に行く前に整えておいて、その辺全部網羅してその優先生も沖縄のね先生たちすごいですよ、優、うん、先生も F 先生も、沖縄の先生たちやっぱり感度がすごいですよね、そういう開けてますよね、やっぱ沖縄ってそういうとこあるんですかね、消化体が開けてますね沖縄の人たちは、いち早くやっぱそうなんだ、ちょっと違いますもんね、空気が、まあ、人も違うし、ね、消化体開くと、りょうさんみたいになるの、そうなんでしょうか。早い。頭の今分かった、私のキラーパス、もうそ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 うパスだったんだ、もうイージーゴールでしたね。今のはイージーゴールだった、もうお膳立てされてた、なんでちょっと早かったもん、なんか前がまだちょっと違う。ご不満、すごいね、天才。あのね、りょうさんにこうやって今これパスだよってねやっちゃうといけなかったの、今の私のねミスなの、ここがね、まあ、の難しいんですよ、あからさまにパス出しちゃダメなの、うん、まあ、りょうさんはあのこうやって普通に話してる中から拾うのに醍醐味を感じてるから、なるほど、さあこれりょうさん行くよみたいなの来ちゃうとなんかさ、なんか軽くいなされちゃう、あ、うん、今なんかいなされた感じがして悔しい、ない、そうだね、あのなんかできるってすごくいいことだし、ね、なんかできると嬉しいじゃない、あの、あ、これがやりたいことができるようになったとか叶ったっていうの嬉しいんだけど、それもいいことなんだけど、あの簡単にできるとあんまりそんなに正しくね、嬉しくないかもね、あのなかなかできなさそうな時にできたりね、あの思いもしない時にあの、あ、こんなことが起こったって喜べるとすごい、すごいね、こんなダジャレにできそうにないワードをダジャレ決めてやったぜ的な。なんか気がついたらできちゃったっていう、あのね、お膳立てしてないところがまた面白いんだよね、ダジャレって、あ、なんか出たみたいな、でも出たよ出たよっていうのをこうなんか気づかないでやってると、もうそわそわしてトイレ行きたいのりょうさんって言われちゃうんだよね。気づいては欲しいですね。気づかれなくてもうあのそのまんま通り過ぎていくっていうね、ことはしばしばあって、それは全然いいんですけどね、あと僕は言わないで飲み込むこともいっぱいあって、そうするとあのダジャレがどれだけ思いつくんですか。なんかさ、あの飲み込んだやつをさ、あのチャットとかであげてほしいよね。確かに。そうね、あのオンラインとかだとそれはできそうかもしれないですね。それ生きるんじゃないかな、ちょっと。たまにすごい切れ味のいいメルマガ出すのね、りょうさんって。多分それあの成仏させてるんだろうね。今までの埋もれさせられてきたダジャレたちが、もう渾身のねエネルギーで上がってくるんですよ、メルマガで。え、ダジャレがメルマガで上がってくるの？あ、もうダジャレ書くためにメルマガ出してるの。あ、そうなんです。登録しよう。した方がいいよ。本当した方がいい。私ね。このコロナでね、もうモヤモヤしてる人全員登録した方がいいと思う。そんなでもない。どうすんの、りょうさん。これで若者たちがこんな、なんだりょうさん、りょう高島ってこうね、調べてくれるよ、きっと。あの、しかもメルマガのタイトルが、あの不定期なるメールマガジンっていうね。不定期なる。不定期だよっていう。いつ来るか分かんない、いつ来るか分かんないですね、なるほど、不意打ちなんですね、いつも。そうなんですよ、もう 何ヶ月も出さない、何ヶ月あれ登録できたのかなみたいな。じゃあそんなわけで気がつけばですね、もう2週分も撮ってしまったんですけどね、ありがとうございます、はい、じゃありょうさん、
ここは渾身の名言を。でも実はね、ここ6週ぐらいね、名言出てないんだよね。あえて名言としては出してないんですよ、はい、うん、だからピシッといい感じのやつを、はい、うん、かなりハードルを上げましたけど、はい、うん、じゃあ、5週にわたってタッツンとちえちゃんをねお迎えしての素晴らしい、放送に続いて2週分霞んだ放送ね無事に、できたということで、これから渾身の懇親会に行きましょう。不要不急の懇親会に行ってきます。ひすいこたろうの名言ラジオセラピーでは皆様からのメッセージ、ひすいさん、りょうさんに聞いてみたいことなど大募集しています。宛先はひすいこたろう@クローバーメディア.jp です。それでは急遽召喚して戻ってきてくれて、お腹も空きましたよね。ちえさん、たつ本当にありがとう。また遊びに来てください。ありがとうございました。またね。このコーナーの提供は、喜びの種まき、プレシード、愛の折り箱や八坂がお送りしました。笑顔一つ守れるかもしれない言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかったありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。言葉に変えて